葉がありますけれども、代わりにそうではなく誕生日というふうに呼べば毎年その日が来ても寂しさは薄れるのではないかということで、もう一昔前に作った曲をそれで担当で締めたいと思います。誕生日ですね。Yeah!
眉抜き限り楽しい時間も過ごしていただけると